オーナーズクラブとは、自動車やオートバイなどの愛好家による団体、組織である。特定のモデルの所有者のみで構成され、対象となる車両は、メーカー別や車種、形式、年式、製造年代などによって細分化されており、基準はそのクラブによって異なる。日本国外においても、同様のクラブは存在しており、カークラブ、エンスジアストクラブとも呼ばれる。 オーナーズクラブは、インターネットのウェブサイトを介して活動している場合と、ツーリングやミーティングなどを中心に活動している場合とある。また、どちらか、一方だけでなく両方の要素を備えて活動している場合もある。前社では、拠点となるウェブサイトを中心としたクラブであり、車種の紹介や整備、改造の方法などを紹介しながら、掲示板を呼び、 メーリングリストなどで相互の情報交換が行われている。こうしたクラブがツーリングやミーティングなどを行うときは多分野のインターネットコミュニティと同様にオフ会と呼ばれる。会員登録や参加資格のあるクラブとしての定裁は取らず、緩やかなコミュニティとして活動している場合もある。この場合には厳密には団体組織ではないものの、 サイトもしくは掲示板の名称や企画イベントなどに、社種名とオーナーであることを冠している場合も多い。校舎では、広報媒体としてのウェブサイトはあったとしても、主に告知や連絡に利用されるに止まり、あくまで活動は、ツーリングやミーティングが中心になる。ネット上での交流とは違い、実際に行動を走行したり、公共の場所で集会を行ったりする以上、 マナーの良し悪しによっては周囲への迷惑行為が発生する問題もある。年式の古い自動車、オートバイ愛好家のクラブは、それらが旧車と呼ばれることに由来して、旧社会と称するクラブもある。こうしたクラブでは、新車当時から長年にわたって愛用している場合もあるが、経年者を新車当時の状態へと修復するレストアも盛んであるほか、そのモデルの現役時代を忍んで、 当時使用などと呼ばれる改造が施されることもある。その一方で、旧車の愛好家であっても、暴走族の OB などを中心に構成され、違法改造車で集団走行をする、旧社会のような反社会的な団体が存在している。一部には、ヤロックのように、独自のレーシングチームを結成し、スーパー GT 等のレースに参戦しているクラブもあるが、そのようなクラブは少数派である。 旧社会は暴走族に近い警察庁が実態把握急ぐレスポンス。ありがとうございます。